はい、それでは、セブ空港の無料の Wi-Fi の接続方をお見せします。まずはセッティングを押して、Wi-Fi ですね、Wi-Fi ですね、 Wi-Fi を押していただくと今探しております。発見しました。一番上に来たのが、ターミナル2フリー Wi-Fi ですね。こちらをコネクトします。はい、こちらつながりましたね。名前、ミオ、モバイルナンバー、こちらは国番ですね。日本だったら、日本は81かなだと思います。ここから選んでください。ちなみに81、わかんないです。ちょっと81あったね。81押してください。ちなみに関係ないやつを押してみましょうか。で、関係ない番号をちょっと入れてみましょう。エラー、あ、エラー出ちゃいましたね。フィリピンは、私はフィリピンなので63をします。そしてこれちょっと、はい、コンティニュー。あれ、番号違うけど通っちゃった。番号違っちゃったけど通っちゃったぞ。で、こちらバイクリックにコンティニュー、これアグリー、同意書にサインをしてやります。そうすると Your internet is now active。 OK です、インターネットを使えます。で、これで普通にあとは Google 使ったりとか Facebook 開けたりとかできます。このようにいろいろ使えますね。例えば YouTube でも使えます。はい、ということでした。まずセブの空港に着いたらすぐに Wi-Fi に接続してください。よろしくお願いします。